行動開始。行きましょう。行動開始、行きましょう。この表情、前と違う。行きましょう。ごめんなさい。今回は本当に逃げられないかも。ごめんなさい、ここまで来たのに。私、あなたを守れないかも。アナ、俺のことはいい。君一人なら逃げられるはずだ。ダメ、それはできません。アナ、俺と一緒だと俺たちは逃げられない。でも、あなたを置いていくなんてできません。君がヴァルキリーで、その責任を果たさないといけないからか。もしそんな肩書きじゃなかったら、君はまだ俺を助けるか。私は…心配するな。俺はどこかに隠れて、君が援軍を連れてくるのを待つから。そうだ、賭けをしよう。賭け？ああ。もし俺たち二人とも生き残れたら、俺とデートしてくれ。え？もう、こんな時なのに、冗談はやめてください。君がいるから、俺は生きるチャンスをもらった。君が俺のそばにいて、諦めるなと言ってくれたから、俺はここまでやってこれた。こんな状況で君と出会えたことは、俺の人生の中で一番ラッキーな出来事だった。だから、君がいいって言わなくても、俺は。私は。冗談だ。そんなに悩むな。え？あなたね。どうだ？少しリラックスできたか？こんな時に何考えてるんですか？アナ、俺はそう簡単に死なないよ。俺には家族がいる。やりたいことだってある。だから、簡単に死んだりしない。俺を信じてほしい。陳天武、変わった人ですね。でも、私のことも信じてください。私たちは一緒にここから出るんです。だから、その賭け、受けて立ちます。これをあなたにあげる。これは、私の一番大事なもの。生きてここを出たら、また返して。これで、賭けをしましょう。この写真は？彼女は陳変文。俺の妹で、俺の探している家族だ。彼女はまだあの廃墟にいるはずだ。アナ、頼む。妹を探してきてくれ。すまない。許されることなら、俺も一緒に行きたいんだが。陳変文。ごめんなさい。そろそろ行きます。ああ、大丈夫だ。君に問題ばかり押し付けるわけにはいかない。アナ、君を探しに行くよ。このペンダントは、どうした？ごめんなさい。ペンダントは、返さなくていいですから。